確実に誰が嘘ーん嘘ーん行ってったで、ね、ちっちゃい子も。なにこれ。はいどうもこんばんは、ラムノットです。今回はソマービルという新しいアドベンチャーゲームやっていきたいと思います。メインメニューのね、この画面で気づく人は気づくかもしれないんですけども、インサイドっていうゲームがありまして、まあ、そのゲームを開発したチームの一員が、制作した新作ゲームになってます。リンボーとかもね、作った方々みたいですね。新しい会社なのかな。かなり楽しみな、物語ベースのアドベンチャーゲームのはずです。というわけで今回の動画も良ければ高評価、いいね、初見さんはチャンネル登録もしてみてください。というわけでやっていきましょう。めっちゃモノリスやん。これは太陽？チャプター1とかじゃないよね。モノリスですよね。うわ、BGM めっちゃかっこええ。インサイドがね、確かちょっとね、SF っぽかったんですよね。やってはないんですけど。いいね。お、左車線。左車線だね。アメリカじゃないんだ。ってことは？ヨーロッパ？いや、もしくはアメリカじゃないっていう意味での、架空世界っていうことを意味するのかもしれないし、いい BGM。いい。もう好き。もういいね。だいぶいい。確かにインサイドっぽいんですけど、なんか個人的にはケンタッキールートゼロみたいなね、あれを思い出す感じもあるよね。いいね。すごい田舎。めっちゃ綺麗じゃん。一応ゲーム実況なんで頑張って喋ってますけど、喋らない方がいいですか？実況として破綻しちゃうけど。うわ、いいお家じゃん。なんかめっちゃケンタッキールートゼロだね、雰囲気が。さあ、ホームスイートホームへ。じゃない。お、ワンちゃん。お、子供がいる。三人家族。かわいい。わあ、いい。なんだろう。すごい映画っぽいね。いい。めちゃくちゃいい。寝ちゃったんだ。なんかここだけ見るとね、すごいラストオブアス感するけど。お、速報？ブレイキングニュースじゃない？何言ってるか全然聞こえない。
ほら、悲鳴も聞こえるし。目覚めちゃった。いや、これは SF だよ。え、これもしかして、動ける？あ、動ける！ゲーム史に残る可愛い動き。何これ？すげえ可愛いじゃん。あ、ワンちゃんギューっつって。あ、可愛い。こんなゲームなんだ。こんなゲームではないだろ。うわ、癖になる。癖になるね、この歩き方。あ、この上登れちゃうんだ。まあ、パパとママ寝てるからね。好き勝手し放題。いいじゃん。あ、しかも横スクロールじゃないんだ。3D だ。なんかあっちの方明るいですね。あっちの方行ってみよう。いや、おとんもおかんも寝てるし、今の間にね、好き勝手暴れてやろうじゃない。あ。うわ、もうドアの向こう側に確実に何か、UFO 的な何かがね。お、これは？何これ？キツネ？お、いいね。昔、コント秋っていうね、絵本をめっちゃ読みましたね。これ使えるの？あれ、外暗くなっちゃった。これが懐中電灯なんだね。これ持っていこう。さて、これで。あ、ほら、でも窓の外なんか若干赤いよね。うわ、なんかスキャンしてない？スキャニングしてるよ。いや、絶対エイリアンだって。あ、パパとかの写真だ。ここは開かないのかな？あれ？何これ？これは？なんかありますけどね。引っ張れる。お、お。よし。あ、柵出ちゃうよ。ダメだよ、それは。ダメダメ。ほんと子供すごいからね。何でもできるから。いや、外絶対なんかいるよ、やばいやつが。どっかから出れないかな。いや、歩き方。かわいい。あ、手前かな？なんか椅子動かしたりとか。あ、なんかね、引き出し出せる気がする。ゲーマーの勘。本作はあれかな？この黄色いタオルがあったら、インタラクトできるみたいな。割とね、白いタオルとかあったりするけどね。いいじゃん。何が起きてんのか見ようよ。どう？開けれちゃうの？嘘、あぶねえ。あぶねえ。よかったよ、ゴミ箱あって。いや、もうほんとこんなので帰ってこなくなっちゃうからね。ああ、よかったよかった。いや、こんなのパニックだよ。あ、動ける。大丈夫かい？お風呂？あ、ゴミ箱入っちゃったからね。お風呂任せようか。どんな感じ？こっちは。あれ？いつも通りだね。閉めとくか。さあ、こういう時は、なんか、飲むんでしょ？特に何もなし？割といろんなところ行けそうですね。あ、地下だ。案外自由な感じですね。ワンワンもついてきちゃったよ。パパ。パパ挙動不審すぎるよ。
子供のシャワーとか手伝ってあげないの？まあパパだからね、パパだから手伝わないのかもしれない。もうこの何年か分かりませんからね。大丈夫かい？分かんないね。さあこっちは？パパもめっちゃ蹴る。あれ特に何も起きてないね。夢だったのかな？あ、待ってよ、あるじゃん。ほら、空の上に、モノリスが、浮いてるじゃない。あ、消えた。え？え、消えたよ。あれ、出てくる。何あれ、近づくと消えちゃうんですけど。見られてる。ほら、ワンワンも泣いてるし。ほら。入れるよ。これでいいかな？あ、ご飯を食べたいんだ。仕方ない。入ろうか。こんな夜中に。さあ、ご飯どこかな？あっちからしい。電気つけたの？ああ、ちゃんとあるね。さすが、賢い。いい子。さあ、持ってってあげよう。あ、持ってく、持ってく。今持ってくからね。ちょっと待ってね。あら、今終わった？うらまるびょうびょう！どういうこと？大丈夫かよ。大丈夫か、子供。何これ？うわ、まさかのうち。あ、うちだけじゃないんだ。うわ、いろんなところぶっ刺さってる。どういうこと？何これ？嘘でしょ？うわ、思ってたよりもでかい。アライバルっぽいね。うわ、戦闘機じゃん。嘘、やばいって。宇宙戦争始まっちゃったよ。うわ、かっこいいけどやばいって。ちょっと待って、ちょっと待って。息子よ、息子よ、地下に行くぞ。地下に、早く早く早く。とりあえず地下行こうよ。地下行かないの？なになに？あ、これカバン持ってけ。よし、パパ急ごう。パパ、突然すぎる。いや、こんなのマジで思った以上に激しい。やばいって。よ、パパパパ、カバン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 持ってけよ。カバン拾えない。なんで？うっそーん。まだローン残ってるかもしれないのに。マイカーが、俺の車が、先月買ったとこ。うわ、やばいじゃん。早く。いや、これ大変だよ。あら、これは人間？人間か？あ、人間だ。何これ？人間じゃない。
嘘。あれ？お。セルフ AED。これ死んでたはずなのに。あれ？置いていかれた。あれ？でも突き刺さってたやつは。死体もなくなってる。なんか水っぽいエイリアンですよね、音とかね。音も水の中っぽいけど、ロシアのね、SF 映画でね、あるんですよ。あの、水星エイリアンみたいな。あの、タイトル忘れちゃったんですけど、多分うちのリスナーさんなら見たことある人いるはず。タイトルコメントしてあげて。めっちゃ他人任せ。なんだったかな、エクスティンクションじゃなくて、ね、3部作ぐらいでね、今2作ぐらい出てるんじゃないかな。すごい可愛い女の子が出てくる、SF 映画があるんですけど、どっから出るんだろう。まあまあ、ここ上がれなさそうなんだけど、これなんか動かせる？あ、動かせそう。よし。え、これ？何これ？何これ？もうパワーを使いこなしている。動かない。え、これもしかしてここも使えちゃうみたいな。わ、すごいじゃん。何この電気パワー。どうなってるの？ここは？いけないよ。なんか電気を見つけないと進めなさそうだね。ライト持ってこれる？どこまで持っていけるんだろう。あ、そのまま行けちゃうんだ。あ、めっちゃ行けるね。めっちゃ持っていけるね。これ以上は無理。ならこっち側かな。すごいじゃん。で、これ離して、よし。うわ、いいよ。BGM も。あれ、でもだいぶなんか見た目変わってますね。お、こんなところにも電気があるじゃない。なんちゅうパワー。いや、もうワンワンも警戒しちゃうって、こんなの。あ、なにこれ。なんか反応してる。敵？敵ですか？敵かな。ついてきそう。めっちゃ見られてる。あれ、なんか姿変わった。 あいつもなんかパワー使ってる。めっちゃいるし、会話してますね。うわ、こんなのちょっと見てみたい。実際にこんなね、突然よくわからないモノリスが空に浮かびまくって。これすごいじゃん。
ありがとう。あんな奥まで。なんか動いたよ。めっちゃ転がってきますよ。あ、止まった。多分まあ向こうに行けってことですよね。あ、ここもありがとう。あっちに行く感じじゃないのかな。多分まだこの子たちが道作ってくれてるもんね。いや、奥行けるんじゃないこれ。割と自由度高そうだもん。ちょっと行ってみよう。どこまで行けるんだろう。いや、めっちゃ遠いよ。あ、行けないかも。あ、行けないですね。うわ、空を見上げたい。どうなってるんだろう。お、ここ通れそう。ここは？またいでいったね。背が高いから、いいね。人がいないよ、全然。こっち？あ、動かせそうだね。でかいけど。ほら。なんか、部下を従えてる感じじゃん。こっちか。ん？何をしてるのかよくわからない。なんかサインが見えますね。あれ戦闘機かな？下行ってみようかな。さあ水です。水は大丈夫？別に水入ってもそんな電気だからってどうかなるみたいなことはない。線路ですね。いや、これはいろいろ機能して、あ、誰かいる。誰か見てるんですけど。誰ですか、あれは。なんか仲間っぽくない、君たちの。気のせい？人型の何か。会話はないんだね。基本ずっとこの感じだ。まあ、インサイドもリンボーもそんな感じでしたもんね。あれ？あ、ついてきてる。よかったよかった。うわ、なんか来てる。サーチ&デストロイしてるよ。デストロイしてるかわかんないけど。いるじゃん、ほら、奥から。奥からずっと見てる。友達になりたいだけなのかもしんないし、わかんないね。実はインサイドね、リンボーはクリアしたんですけど、インサイドやってなくて、ちょっとね、やりたくなってくるね。すごいじゃん。あ、深い。あ、深い。ダメだったらしい。石の上を通っていけって。いいね。でも犬がいるってことは、いや、犬置いていったの？奥さんと子供？
あ、やばい。やばい。あ、これまずいんじゃない？あ、これまずい。あ、しかも追われてる。あ、これまずいって。あ、やばい。あ、溶けちゃう。あ、やばい。溶ける、溶ける。体がなんかおかしい。体が光ってる。見つかった？やばいって。あ、ここ入ろう。ここ。これバレてないの？あれでもテントこれ誰が作ったんだろう。なんか懐かしさを感じる UFO の音。すごい、なんか木が燃えてて道みたいになってる。お、これまた、あ、いるじゃん、ほら、がっつり人型が。これ戦闘機ですね。今なんか死んだ？もう一回？ははーん、なるほど。上からね、落ちてきて死んじゃうんだ。でもこれ以上、あ、なるほどね。こっちを先に溶かして、なるほどなるほど、面白い。いよし、磁石みたいにくっついてくる。お、これはなんか見られてる視点じゃない？気のせい？水っぽいよね、なんかね。どこ進むんだろう？ちょっとよくわからない。上に上がれそうだけどね。よし。めちゃ静か。静かすぎて不気味。いつどこでね、またあのエイリアン的なやつが現れるかわかんないし。あ、こっち行けそうじゃん。ここはドロドロだ。あ、なんかやってる。なんか指令を受けてそう。回ってる。訓練？知的生命体じゃん。言語はわかんない。俺行ってみよう。こんにちは、僕でーす。こんにちは。仲良くなりませんか？一匹だけ残ったね。ついてくる？ついてこない。俺に何かせえって。何かせえ言われても、光らないか。あ、光れるよ。どうこれ。ダメ？こっち側どうなんのかな？いけないね。帰りますか。あれ？会話できてる気がしてきた。行こう。なんかポケモンチックだね。あのなんかレジギガスとかあの辺りの世代を思い出すね。まあ、言ってしまえばアンノーンなのかもしれないけど。ここは？うわ、ここもなんかいろいろモノリスが立ってるね。
わ、すごいね。あ、奥で何か、ほら、サーチしてる光見えるよ、ほら。あれなんだろう。やっぱり英語じゃない。ここ行けないんだ。すげえ行けそうなのに。これ登れない？どこまで行けるんだろう。あ、やばい、やばい、やばい。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。何あれ、聞いたことない、見たこともない。何あれ。え、あ、見つかってるし。ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと待って。あ、吸い込まれる、吸い込まれる。俺の右腕から精気を吸い取られた気がする。え、ここだよね。ここ行きたいんですけど、どうやって行くの。掴んでくれない。なんで、なんで行けないんだろう。ああ、上がれた、よかった。さっき上がろうとしたのに。さあ、これ掴んで、よし。んで、これを引っ張っていくんだ。どっかで見たことある。いいぞ。あ、これワンワンは、ワンワン置いていこう。いや、多分連れてこないとダメなパターンな気がする。あ、でもくしゃみ出る。あれ、犬は、犬、犬来ない。行くか。多分ついてくるでしょう。本当に大丈夫？よしよしよし。なんで見つかったらダメなんだろう。よし、なんとか。俺の体もなんか粒子化してない？お、おかえり。ワンワンがいないんですけど、回してみようか。さあ、なんか水が出てきましたよ。なんか穴開いてる。なんか多分また別のことしないといけない気がしてきた。むしろもう向こうに行かずにこれを取ってこっち側に行くみたいな。の？これで。これで飼い鳴らすみたいな。マジこれ勢いでもう引っ張ってしまうみたいな方がいい気がするんですけど。ほらほらほら。そこでね、一回突っかえちゃうのがね。ほら来たよ、だいぶ。どう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 。絶対何か違う。あ、来た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 。あ、来た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 。よくわかんねえ。とりあえずよくわかんねえ。行けたからよし。謎だね。謎すぎる。ちょっと今んとこわかんなかったね。え、てか、ワンちゃんはもういいの？ワンちゃん、生贄？まあ、またどっかで合流できるよね。あ、誰かいる！ジャパニーズ、引き戸じゃない。誰今の？おーい。うわ、いますね。嘘！さっきの子？これ。あ、いた！よかったよかった。キャンプ場、これ、なんかあれかな？時間経ってるのかな？だいぶ。もしかしたらね。
よし、さあ行こうか。川が流れてるね。うわ、モノリス長い。思ってた5倍ぐらい長い。いや、もっと長い。なんじゃこれ。なにこれ。あそこになんかタワーがありますよ。ダークタワー。あそこに行かないといけないってことですかね。さあ行くぞ。いや、これ子供と再会とかできます？なんか右の方に赤い文字が書いてある気がするんですけど、見えないね。行こう。あ、さっき見えてた文字のところですね。上に誰かいる。ほら、めっちゃ見てる。なんとかパーク？なんですかここは。あー、でもアルファベットじゃないかもしんないしね。よいしょ。驚かせちゃった。でかいよ、あいつ。だいぶいかついよ。よいしょ。お、変なノイズが。どうなってるんだろう。お、おっと、危ない。サーカス？いや、なんだろう。すごいテントいっぱいあるけど、難民キャンプじゃん。ワンちゃんは多分ほっといて大丈夫。ね、だいぶ時間経ってるんじゃない？攻撃があってから。なんか、フェスでもやってた、フェス的な。あ、いるじゃん、人。消えた。なんか光ってますよ。ほら。車の中に閉じ込められてる。あ、出てきた。この子たちは味方なのかな？元人間とか。んなことないか。元人間？可能性あるよね。車の中にいたもんね。広いね。あれ、確実に誰が。うそーん、うそーん。行ってったで、ちっちゃい子も。何これ、うそーんってなるし。いや、俺の iPhone、 せっかく新しい iPhone 見つけたと思ったら飛んでったんですけど。嘘、容赦ない。やばー、こっち見ないで。本当に一旦ここで待機。あぶねー。ただの光じゃないよ。ただの光ではない。ほら、やっぱなんかフェスっぽいね。俺もなんかギターとか弾かないの。弾けない。あ、でもこれ使えそう。あ、溶けますね。あ、すごいすごい。お掃除お掃除。さあ、こっち引っ張ってきて。あ、ぐるっと回らないとダメだ。
ね。ぐるーっと回って、奥なんかありますね。次は？これ登るんじゃないのかな？次これか。すごい力だね。さあここは？ん？ここまで持っていけます？もしかして。あ、違うね。多分これだ。これを。あれ？ん？あれ？よし。さあ、これを倒した状態で、これかな？まあ、無理ですよね。ここ？これね。これ持ってってみようか。届きますように。うわ、ちょっときついかな。あ、ちょっと厳しそう。あ、全然いける。よし、 OK。 少しずつ中心、なんかピラミッドみたいなのもあるしね。何、ヒッピーの聖地ですか？やたらスピーカーとね、テントが並んでると、ヒッピーかなって感じです。お、着いた。切っちゃったけど。さあ、で、これを多分ここにつなげてヘッドライトで、みたいな。なんか乗れない？ってこと？なるほどね。すごいじゃん。行きましょう。こっちかな？いやー、広い。あ、でも鳥は生きてる。嘘ー。あ、多分今カラスに反応したんだ。カラスの鳴き声に。通れないね。下通っていけと。多分影の中にいたら大丈夫なはず。あ、誰か見てる。うわ、しかもなんか背負ってたよ。ここまたいでいこうよ。こっちね。よし。あ、やばい。あぶねー。入ります。早くどっか行ってくれ。よしよし、いいね。なんで見つかっちゃダメなんだろう。お、閉じた。閉じる時のモーションがエヴァンゲリオンで見たことあるやつ。すごいね。あ、誰かいるじゃん。いや、あれは偽物か。あ、すごい滑っていった。これはなんか違うね。でもこのやっぱ石ころみたいなのは元人間なんじゃないかって気がしてきた。倒しちゃった。だよねー、知ってます。偽物なのは知ってます。逆だね。
よし、オッケー。お、大きなテントに来た。あれはなんか、あ、犬型、動物型っぽいよ。危ねえ。何なんだろう、 100% 外から来たものなのか、俺みたいになんかこう融合してしまったものなのか分かんない。でやったら吸い込むね、この光ね。くる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 、多分この傘の下大丈夫。行こう。走ってくんないのよ、主人公が。あ、危ない、危ない。次はこの後ろ。全然見えない。見えない。生きてるのか死んでるのか。死んだし。あ、こっちっぽいね。多分これだ。さ、着いた。あー、ナイス、完璧。なんなんだろう。で、なんで俺の右側だけ正規吸われちゃうんだろう。なんでそんな強い力を。あ、なんか入場ゲートみたいな。ね。あれ？人がいるじゃん。おい。喋れない？なんで喋りかけないの？死んじゃってるってこと？あー。あの上の明かりをどうにか使いたいところだね。ただここは通れないのかな。この電灯を使いたいけどね。あ、持てた。どう、上までは持っていけない。何か壊せそうなとこないよね。何かあります？いや、こっち側はさすがに何もない。なるほど、この木の向こう側に入れってことかな。さあ、これでどう。よし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 、正しいのか分かんないけどこれでいけそう。ギリギリ。これもちなみに、あ、これは使えないんだ。いや、ここ通ってくの？割と危険だよ。危ねえ、危ねえ。よし。さあ、これは。あれ、反応しない。また前に、すごい。これ何？
ステージですか。なんかでも母艦っぽいというか、船っぽいっちゃ船っぽくも見える。あそこまで行きそうだね。すごいね。ここかな。よし。お、まあ入ってるのはあの転がるやつなんでしょう。大体わかるよ。いっぱいいた。いっぱいいた。いっぱいいたね。お、俺どういたしまして。お、ステージ。アランウェイク。アランウェイクかどうかはわかんない。ぜひともメタルがかかってもらいたい。さあ、これですね。いいステージじゃん。まあ、フェスなんだね。やっぱりドイツ。多分ドイツ。理由はないけど、ドイツ。ああ、ここにね、この HDMI をつなげないといけない。わかんないけど。これ取れないね。上になんかケーブルあるじゃん。これも動かせそう？動かせない。こっちでも行けないんだ。いやー、どうしたもんかな。あの上をどうにかするために、よし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 、完璧で、これ拾って刺してきました。これで画面に出る映像が、あ、出ますね。多分こうだね。こういうことね。よし、これでお掃除完了。ここから上に登れるはず。順調だね。奥にもスイッチがある。こっちかな。奥の方うねってますね。これね、反応なし。また後でかな。さあ、何かまたこれさせそうなものがありますけど、裏はまだ抜けられないね。なるほど。これをね、めっちゃ伸びる。よし、つながった。上かな？なるほど。これで裏の照明を動かすと。あ、ここに UFO あるじゃん。なんとも皮肉な、本物の UFO が来てしまうの。よし、これでも落ちるよ。いや、これ怖。ちょっとでもバランスよくね。あ、違うの、奥だけ。これで落ちないの。あれ、つかめない。よし、乗れますよ。あ、動かせるんだ。かわいい。あ、で、これを光らせてね、みたいな。
ああ、なるほどね。なんか刺さるんじゃない？さっきの黄色いやつ。で、UFO の、この円盤部分を、下の部分を光らせて、この先通るみたいな。よし、完璧。いいじゃん。エイリアンにはエイリアンの乗り物で対抗すると。かわいい。わ、めっちゃ来てるよ、めっちゃ来てるよ。ちょっと待って、なんか来てるよ。ダメそうなやつが来てる。あ、やばいやばい、逃げて。おっと、危ない。待って、来てる来てる。早く早く早く、やばいって。あ、来てる。でかいでかいし、武器なんだあれ。打ち込んできてるよ。待って待って待って。あ、あいつ守ってくれるんじゃない。俺死んじゃったけど、なんか守ってくれる、守ってくれる感すごい。俺を助けてくれるんじゃないかな。やばい、ありがとう。俺を見守ってくれてる？もしかして奥さん？それは言い過ぎ？奥さんなら出てきてもらってもいい。そうでしょ？しかも結局、お礼も何もなし。やばい！あ、待って！ありがとう。めっちゃかっこいい。うわ、めっちゃかっこいい。あなたは？あなたは誰なんです？ダメですわ。お願いします。めっちゃかっこいいけど、ありがとう。で、何、主人公も全然触れない。ごめん、ここもここもダメです。あ、あ、あれ、え、人類もなんかこの力を使ってるってこと？持ってた感じじゃない。マスクつけておいてほしかった。写真加工してる人もね、割とありますもんね。加工したままでよかったって。あ、いる。おっと、おっと、危ない。全力で助けに来てくれる。一緒に落ちちゃうけど。嘘、なんでここまでしてくれるの。嘘でしょ。嫌な予感しました。生きてる。嘘でしょ。どういうこと。いや、全力で守ってくれるのはすごい嬉しいんだけど、一体何者？うわ、深い。さ、あっち側も行けそうですけど、ちょっと。相棒は？相棒もっとした？どこまで行くんだろう。
いる？え、またここから一人？せっかくあんな、助けても、あ、嘘。嘘だろ。あ、でもあの戦闘機と同じシンボルをつけてる。ちょっと待てよ。あれ、片腕なくなってない？嘘。人間が生み出したもの？そういうこと？何これ。死んでしまった？あ、硬くなってる。あ、待って、新しい力持ってる。登れないんですけど。ちょっと待って、新しい力持ってるよ、謎の赤いパワーを。もしかしたらエイリアンとかじゃないのかも。人間同士の戦いなのかもしれない。なんかそれをね、部分的に、お、お、お、ダイナマイト。おお、なるほど。登れないけど。なんか書いてありますよ。ああ、これで固くできるんだ。なるほどね。うん、多分そんな感じですよね、この感じだと。ウィリアンじゃないんだ。ちょっと待ってね。よし、固くして、固く。あ、やべ、これでいかないと。ちょっとずつ落ちちゃう。ああ、なるほどね。こう溜めて溜めて、すごい能力じゃん。面白い。面白いけど登れない。登れんの、もしかして。ん？さあ、ここまで来たのはいいけど、登れます？あ、なるほど。ちゃんと持ったまま何かを登れるんだ。どうやって登、あどうやって登ったのかは分かんないけど、この硬いところは多分登れるんだね、落ちないように。もうずっとこの発煙筒は持っていけるのかな。よし、いや、あとは多分この辺も固めてね、完璧じゃん。でもほんと、なんであそこまでして俺を守ってくれたのかが全然わからない。わかんない。英雄だったのかもしれない。でもこの両方のパワーって同じ側のね、能力なんでしょうか。もしかしたら二勢力の別々の能力なのかもしれないし。反対勢力のね。うわ、高ーい。めっちゃ高いけど行きまーす。とりあえず上出ようかな。
あ、これもなんかできますね。こっち行ける？ああ、行けそう。なるほど。主人公めっちゃ息持つ。いいね、これちょうど明かりにもなるんだ。苦しそう。あ、死ねそう。あとちょっとじゃん。今回はいけるはず。よし。一旦休憩ね。さあ、行こう行こう行こう。下下下。いいよ。さあ、光見えてきた。よし。まだ、中間地点？あ、こっから行けそうじゃん。う、一体いつまで続くんだろう。遠いね。お、はしごある。あそこ行きたいね。溶けちゃいますけど。あ、はまっちゃった。多分ここ登れない？よし。あ、行けないんだ。普通に行けるってことかな。これでもちょっと高くない？高いよね。固めていくんじゃないのかなっていう気がしてたんですけど。ああ、なるほど。そうでもないらしい。すごいね。でも、ますますわかんないね。一体この世界が何なのか。うん。全然わからない。よし。よし。あ、よしじゃないかも。よしじゃないかも。そっちじゃないの？いや、どこに行けってんだい。さあ、というわけでですね、やめ時が全然わからないので、今回はここまでにしておきたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。続きがね、ぜひ見たい方は、高評価、いいね、コメントを残していってくださると嬉しいです。初見さんチャンネル登録、よければしてみてください。ではまた次回の動画で。あれ、チェックポイントロードしたら来ちゃった。多分バグだよね。バグだよね、今のはね。仕方ないよね。いや、マジでどこまで続くんだろう。最後の挨拶しちゃったけど。なんか外に繋がるんじゃないかって。あ！ほらほら。ずっと続くね。ずっと続くじゃん。終わりそうっていうのがずっと続く感じだ。やめれない。というわけで皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた、次回の動画で。